3、はい。4年生の課題に行きます。2021年の1月です。はい、ではこちらですね。少し大きくしていきましょう。山の上のという課題ですね。うん。そう、えっ、ー、と。これちょっと薄いんですけどね。いつもここの？横。 どのこの何て言うんだろう？この隙間、空きがどのくらいあるのかな？っていうのをちょっとチェックしといてください。そうするとやりやすいです。この山とかもね。あの1画目しっかり入ってぎゅっとちょうど真ん中に乗せてきますよね。で、この辺りからこう入るんですよ。結構左からでいいので、ぎュッと入れてあげて少し内側かな。下かなっていう。そんな微妙な感じの線。 ですよねでここからのキュッと少しだけこういう,うにあに、のー、反ってあげるとここの空間ができますのでそれでちょうどいいですでこちらのこの傾きとこの傾きで体同じぐらいにしてあげてギュッと太くなって止めてあげるようなこっちちょっと飛び出してくださいそうすると山綺麗にいきますこんな感じですね。こここがポイントかなキュッととれねやってあげると いいいと思います、はい、で「のです」のも真ん中からねちゃんと入りましょうでまっすぐビッて引くっていうよりはここ少し丸くちょっと丸くしてあげるといいと思いますよや優しくてでここスッと力抜いてあげてここを通過したらあとは落ちていきます。この辺とかちょっていうところ分かりますよね。 でそういういいいとところも真似してくれるといいかな。脳、はい、を払ってこの真ん中で切れるようにしたいんですよ。つい自然な感じここでこう切れといて次は上っていう字はこのちょうど真ん中から入るでしょ。だからこっからのこの動き自然な感じで来れるといいですね。でギュッと上がるような線とこちらギュッとこういうふうに引っ張って。 できます1って書くときのあの,かあの関数字の位置ですねと同じような感じですはい脳がもう一度こんな感じですねスッといきますけど意外とゆっくりでしょこの辺とかゆっくりなんですよだからいきなりグランってこうやって早く回っちゃいけないんだって思ってくださいでまはこういう感じでふわふわっときますでタップ たっぷりここうういいとこ開けて欲しいんですでこの時結構みんなねこういうのって細くなりがちなんですよ隙間が開かなくなっちゃうので意外とねたっぷりめ「き」と,とか「ま」とかそうなんか2本あるようなところまっすぐにほらあれかなあの入んなくなっちゃうなって心配になるんだと思うんですけどこのぐらいな感じです。 えと縦がこうでしょう横の線が真ん中にあるとするならこういう感じで持ってきてもう真ん中のもうちょっと下あたりからぐーっとこう上に上がってくるようなだからこれとこれってただのまっすぐ下こう,こういう棒じゃないないなって思ってくださいねふわっていうのと下からすくい上げてるみたいな感じで上こうにきといてここまできます。 ここからここへのこういう動き横ってこうやって広げてきてあげてで少しですここここ結構ねここまでいっちゃったりするとねあんま綺麗じゃないんですよねこの辺で止まっといてあとはこっちは落ちてくるような感じ、ね、この結びのこの表情っていろいろできると思うんですけど私はねここね絵を描くみたいな感じの配分がいいと思ってます。こことことっち長いでしょ ここがあんまりこっち側のこの縦のラインに近づけば近づくほどあのこの結びの形が変わってきて何ていうか毛筆で描いた時とかこうきて例えばじゃあこうに来ちゃったら潰れちゃうよねくっついちゃうでしょ太さがあるとこれあんまり綺麗じゃないなって思うのでこちらがちょっとすっきりさせたいのでここ少しだけにしといてこっちね落ちてくるといいです。はいで うんはこれも真ん中から左端に向かっていきますでふわっとしといてこの辺りから違う道に行ってるこれはこうふわってしてるからっていうことですよ線質がね違う線質がここであのありますよね同じ直線直線だったらうーんとギュッてしてギュッて同じところにしかこう戻れない感じになりますけどそれを あえてふわっていう感じにしてるからここまで来れるみたいな感じですね。でそれがちょうど真ん中であるときれいです。そこから少し戻るような感じにしながら下のラインをここに揃えるようにしてよいしょってこっちに、ね、こういうふうに向かってあげるとここがたっぷり取れていいですね。えー、とまままんるかかそた ですね。はい、復習です。123、うん。ぐらいのこんな感じのリズムでかけるといいですね。ルアーキュッと上がってこれ反り上がる感じです。この反り上がるっていうのは？別にほらギュってなんていうか、どこにどっに書こうか？この辺に書こうか。こういう風うに上がってるわけじゃないですよね。線自体がこうなんか？ こう上がっちゃってるっていうよりはそうではなくてクイッてちょっとこうへこんでなんかこうこうになって真ん中にこうピンポン玉でも乗っかってるぐらいな感じそういうイメージです。クイッてなってキュッてなってトントンはい「お」ですね「お」はみ左側左側からこう入って。 で右寄りになりますよ。ここに対して右寄りを通過していきます。少しだけカーブしてきてあげて、とんでこのくらい進んだら横っていう風に広げてあげて抱え込むように上に飛んでポン。でこんな感じが綺麗ですね。でここの時にまああんまりここよりも下がらない。下がるのはダメだし。 同じぐらいでもいいですけどちょっと空きがあるかなぐらいな感じ微妙な感じでいいですねこのぐらいがいいと思いますはい、月という字です先ほども明るいという字が出てましたね12年生の方でここに隙間を持ってあげることということは左より右が長くなりたいからっていう気持ちの表れですよねだから 目マスのこう大きさがこうにあってほら次がねこうに来て次こういうふうにここまでギリギリまで使いますけどこっちの左が下まで来てたらこの子は飛び出してしまうっていうのがあるのでここにちょっとだけ隙間をね作っておいてくださいっていうとこです。で うん、はいさはここ長くしてふにゃっとしながらこうここねなんか編み物してるみたいですよねここまずこの1本があって真ん中のこの中心の線があってそれとこれの関係すごく複雑な関係な気がしますけどあのちょっとこう。 なんて言うんですかね絡み取ってるような感じしますねで、ここから横に今跳ねました跳ねてもらってくださいで、真ん中でだいたい切るようなイメージでこんな感じですねはいでまあ、ですよまたこうふわっとするような感じでここに空きを作ってあげましょうでこうしといてはいまあいっぱい出てきますねどんこんくらいですでぎゅ

こういききなりいきますよ、ね、だからこう下に行っちゃダメだよっていうところです。を足長くしてあげたいのでこの股下を長く取ろうとするとここからのこの辺この辺からこういうふうに落ちてあげるとほらすごくここの面積が広くなるとあのなんかスタイルよく見えますよね。はい でこの人の人形だと思えばいいです全部なんかこうほらキュキュってくびれたような感じスタイルこの人も頭結構しっかりめですけどバランスがすごく取れてるなっていう感じの人に見えますよねだから頭は大きいけどこっちをちょっと締めてあげることで形とてもいいです、ね、でここからここが。 こここここからここと一緒です。この長さとこの長さ一緒ぐらいと思ってください。これがね結構みんなここ長いんだよね。ここが長いとこの子最後キュッてこうやって締めてあげたいんだけど飛び出しちゃうでしょ。であとね隙間の見方こことこここことこここれ全部だいたい同じに揃えたいなって思ってください。そうするとおのずとここはほらこういう感じでこことここってほら。 みんな同じなんだったらこれ足すこれと一緒でしょ。でいう感じでここをね長さがだいたいうんこうなりますよね。ささはい O です。クイッと上がる線ここから左へ行ったらストンと落としてください。でこちらに飛んでよいしょってこんな感じです。短いですこここれよりも短い。 はい、手はクッと上がっといて力スッと抜いといてまたキュッっていう感じでこれもリズムよく書くといいですね。ただ全部がペペって早いんじゃなくてクイッてなって止まりましたよねしっかりと。 意外とこういうところがひらがなの点説っていうのはすごくしっかり止まってます。柔らかく見えますけどこういうところはあんまり止ま,あの止まるというよりは方向転換しているようなイメージなのでちょっと見てください。違いいいがねねかるといいです、ね、上からの流れこうに来てこうに来たらこうあまり止まらなかったしこの折れてる角度が全然違いますよね。 そういうところの違いができるといいな。トントンストーン。はい、これでオッケーですね。三四年生えー、っとじゃあ章を読んでいきましょうか。四ね難しいですよね。横長です。トーン,トンこういうところもこの隙間を作るのが難しいんでしょうね。こうね太い鉛筆ねいいんだけどこのなあの 名前のところ結構小さいから書きづらいなって感じる子はここだけ違う鉛筆使うとかでもいいですよ。なんかねちょっとその辺りは自分でいろいろ調整してみてください。はい、では失礼します。